冬にやりたい地味な練習5選。どうもこんにちは、カースです。皆さん、冬季練習といえばですね、イメージされるのが、練習内容が非常にきついよとか地味だよと、どうしてもね、秋が来てしまうよと思うこともありますよね。今回はですね、一見地味なんだけど、それをですね、地道に行うことで走るね、スキルを高めてくれる、そのね、ベースを整えるようなトレーニングをですね、5つだけ紹介していきたいと思います。なので、速攻性があるというよりはですね、冬の間地道に続けていくことによって、体の、基盤を整えていくようなですね、練習内容を紹介していきたいと思います。なので、皆さんの中で学校の練習とかですね、クラブ活動の練習以外の自主練を探しているよとか、一つね、決まったことを継続してみてですね、変化を感じてみたいよって方はですね、ぜひ最後までご覧いただいて参考にしてください。このチャンネルはですね、陸上競技短距離走に関する速く走るための方法、理論、考え方、このあたりをですね、紹介していますので、チャンネル登録をお済みでない方はしていただいてですね、この後別の動画もぜひチェックしてみてください。では早速やっていきましょう。はい。で、今回のトレーニングなんですけども、走り込みの練習はですね、紹介していきません。走り込みの練習も非常に地味でね、ちょっと続けていくのね、大変だなと思うこともあるかもしれませんけども、そうではなくてですね、どちらかというと、体幹や股関節周りの補強を中心にですね、走り、そしてそのスキルのベースとなる体作りをしていきましょうねと。で、これを継続していくことによって、あまり速攻性はないかもしれませんけど、体の変化をね、実感できる。そんな内容にね、していこうと思っています。なので、走り込みについては、こちらの動画でね、過去に紹介していますので、これをね、参考にしていただいてね、走りのメニュー組んでもらうといいかなと思います。はい、では、トレーニング一つ目、クロスカントリーをやってみましょう。これはですね、短距離走の練習というよりもですね、どちらかというと、長距離の選手がやるようなトレーニングの方法になってきますよね。有酸素運動、つまりね、ジョギングがメインになってくるようなトレーニングなんですけども、走る場所を、例えばね、こういった山を走ってみたりとか、階段を加えてみたりとか、浜で走ってみたりとか、普段ね、競技場とかね、学校の土のグラウンドって、しっかりと整備されていてですね、安定性って非常に高いですよね。なので、逆に不安定なところを長くジョギングしてみる、こういったトレーニングをね、地道にやっていくことって、とっても大事かなと思います。なので、引き上がる能力としてはですね、まずバランス感覚ですね。地面につく場所がそもそも不安定なので、もしかしたら石ころが転がっているかもしれないし、木の根っこなどがですね、不整地の場合ね、不規則に配置されている可能性がありますよね。なので、それを避けながらとか、その上に乗ってしまってもしっかりとバランスを取る、そういった足裏の感覚、そしてそれに伴った体全体としてのバランスの使い方ですよね。そのあたりもね、獲得することができるかなと思います。なので、それに伴ってですね、体幹の強さだったりとか、足首周りの可動域、柔軟性とかね、その強さなどもね、引き上げることができるかなと思います。なので、目で見ながらですね、次にどこに設置しようかなというね、この重心位置に対しての設置ポイントですね、ここのコントロールなどもね、うまくできるようになってくるかなと思いますね。本当にね、ベースを整えていくという上ではね、こういったクロスカントリーをね、やってみるといいかなと思います。で、もちろんね、自主練としてね、休みの日にね、やってもらってもいいんですけども、僕の場合ね、坂練習の前、ウォーミングアップでクロスカントリーなどはやるようにしています。坂練習やる場所がね、例えばね、この公園ですと、コンクリートの坂もありますし、芝生の坂もあるんですけども、こういった場所でね、例えば階段も一緒に走ってあげるとか、こういったね、芝生の坂もね、ジョギングしてあげるとか、10分から15分ぐらいね、体を温める意味でもですね、ちょっと不安定な場所を走ってあげて、ウォーミングアップの代わりにしている。なのでね、普段ね、競技場で走っていてですね、こういった不整地を走り慣れていないという方はね、ぜひね、坂練習とか、もしくは自分の自主練でですね、いろんな場所で走ってみるというのはね、とってもね、重要になってくるかなと思います。ただしですね、やはり足首グリッてやっちゃうとかね、そういった怪我には注意しながらですね、ぜひクロスカントリーね、取り入れてみるといいかなと思います。はい、それからトレーニング2つ目はですね、アニマルフローをやってみましょう。これは前回ね、こちらの体幹トレーニングの方でもね、紹介させていただいたトレーニング方法なんですけども、アニマルフローなので、動物の動きをね、真似たような、いろんな動作ですね、これをね、やりながら全身の連動性だったり、体幹の強さ、コントロール力、このあたりをね、引き上げていくようなトレーニングの方法になってきますね。なので、これも1回やって速攻性があるというよりはですね、毎日やり続けることによってですね、いろんなメリットが考えられるトレーニングの方法かなと思います。で、詳しくはですね、アニマルフローの免許を持っている方とか、プロの方ですね、 YouTube などでもね、いろんなトレーニングの方法を配信していますので、ありとあらゆる動物のね、動きあります。で、それで皆さん見ていただいてですね、気に入ったもの、家の中でできるものもありますし、走りの動きに近いものもあったりもします。なので、そういったものをね、チョイスしてもらってね、継続してみてもらうと面白いかなと思います。僕がよくやるのはクロコウォークとベアウォークですね。
クロックウォークというのはワニ歩きのことですね。胴体を地面に、ね、近い形でですね、まあ、その位置キープしながら、まあ、股関節と肩関節、このあたりを、ね、柔軟に使いながらですね、前に進んでいくようなトレーニングの方法ですね。まあ、体幹トレーニングのところでも、ね、紹介させていただいた方法です。なのでもちろん、ね、筋力的な強さを引き上げていくのはそうなんですけども、動きとしての柔軟性ですね。クロックウォークうまくいくためにはですね、内転筋が硬かったり、まあ、股関節周りですね、このあたりが硬いとうまくいかないですよね。なので繰り返しやっていくことで、動作としての柔軟性を、ね、引き上げることもできるかなと思います。もう一つベアウォークは、まあ、クマの歩き方になってくるわけなんですけども、まあ、四つん這いの姿勢で膝を使えない形ですね。これでまあ前に進んだりとか後ろに進んだり、まあ、もちろん横方向に進んでみてもいいかなと思います。ポイントとしては背中、ここの安定性をしっかり出していきたいので、まるで背中にテーブルがあってですね、その上にジュースが乗っています。そのジュースを、ね、こぼさないような形でね、まあ、前後左右に、ね、動いてみてもらうといいかなと思います。で、やはりお腹が固まっている。ここに安定性があると、まあ、手足がね比較的コントロールが効きやすくなってきますよね。ので右手と左足が同時に動きますよ、左手と右足が同時に動きますよ、そこのねタイミングとか連動性とかね、そのあたりも、ね、意識してベアウォークをねやってみてください。まあ、他のねアニマルフロー、カエルだったりクラゲだったりフラミンゴだったり、まあいろんなね動作あるかなと思いますので、ぜひね調べてやってみてください。はい、3つ目のトレーニングの方法はランジウォークですね。過去にねこちらの動画で紹介しているんですけども、僕もね冬の間に徹底的にやり込んだ年もありました。ランジの姿勢というのはですね、股関節を前後に開いた形で、まあ、重心を落としたような、ね、姿勢ですよね。まあ、陸上競技に限らず、いろんなスポーツの基本的な姿勢として使えるような、ね、ものになってきます。で、ウォークなので、このランジの姿勢を繰り返しながら前に進んでいくというものですね。でもしね、その場でやりたい場合は、まあ、ランジの姿勢から起き上がってくると、そういったね、バックランジとかフロントランジとか、まあ、その場でできるものもありますよね。で、このランジウォークの中には、速く走るための能力をですね、上げていく要素がですね、たっぷりあるかなと思います。例えばもちろん筋力的なところですね、臀部、それからハムストリングス、そして足を引き上げてくるような股関節、屈曲筋群、このあたりもね、総合的に鍛えることができます。あとは走りの中での重心移動ですね、足が地面をグーッと押すことによって自分の腰あたりの重心が前に移動していくと、そんな感覚も獲得することができるかなと思います。なので例えばですね、僕 100m10本などね昔やっていたんですけども、ちょっとねこれ負荷高すぎるかなと思いますので、皆さんねやる場合は 20m×10本とかね、練習の後の自主練として取り入れて見てみるといいかなと思います。レベルが高い方はですね、 20kg のシャフトとかね、 40kg のシャフト背負ってみてね、やってみてもいいかなと思います。で、本数ね10本とかね20本とかいろいろ多くねありかなと思いますので、同じ意識ではなくて、ちょっといろんな意識試してみるといいですね。例えば前に振り出た足のここのゴンと設置する際にお尻を意識してですね、まあそれ以上膝の関節角度が曲がらないように意識してみるとか、逆にですね、ランジの姿勢から足を引き上げる際のこっちのポイントですね、この引き上げるところに勢いを出してこようとか、あとはその後の押し切る動作ですね、地面を押し切って重心が前に進んでいくと、そこばっかり意識してみようとか、一つの本数、一つのランジでですね、いろんなイメージできるかなと思うんですけども、複数ね混ぜ込んで意識していくというより、この20メートルはこれを意識してみようとかね、1個ね絞ってみるとね、非常に効果的なランジができるかなと思います。で、感覚のいいものを残してもらってね、それをぜひね継続してやってみてください。はい、4つ目のトレーニング方法はですね、チューブを使ったトレーニングですね。これも非常に地味ですけども、それこそね地道に行うことができればですね、結構3ヶ月4ヶ月継続できればね、走りが変わってくるのを実感できるような方法の一つですね。チューブ自体はですね、まあ、Amazon とか楽天、それからねホームセンターとかですね、スポーツ量販店などでね購入することができますので、まあ買ってみてください。で、詳しいやり方はね、こちらの動画でね過去に紹介しているので、そっちをね全部ねチェックしてみてもらうといいかなと思います。おすすめはですね、まあチューブを膝の上につけてもらった状態で、まずニーアップ動作ですね、ももを引き上げるような筋肉を、足を引き上げるような筋肉に、まあ、刺激を与えていくようなトレーニングの方法ですね。このチューブトレーニングに関しては、まあ、例えばまだ年齢が若い小学生とか中学生であってもですね、まあ大きな怪我のリスクなくですね、取り組むことができるというのが、ね、メリットかなと思います。いきなりね、ウェイトトレーニングみたいなガシャンってね、重い重さ上げるよりもですね、まあ、こういった低い負荷で、しかもその場で、家の中でもできるようなトレーニングになってきますので、まあ、補強運動、筋トレなどをね、取り組んでいきたいよと思っている初心者の方でもね、取り入れやすい方法かなと思います。で、もちろん、競技歴が長くてですね、走りの改善にもっともっと取り組んでいきたいよという方はですね、かなり効いてくるようなトレーニングになってきますので、まあこのチューブのね負荷選ぶことができます。軽いものからゴムのね張力がですね非常に
きついものまでね、販売しているかなと思いますね。皆さんのレベルに合ったものをね、選んでください。まあ他のトレーニングとしてはサイドウォークですね。膝の上にチューブつけた形で、まあカニさんのように歩いてもらうようなトレーニングの方法。まあお尻にね、ググッと効いてくるんですよね。で、進行方向と逆の足、そこでしっかりと地面を蹴っているよと、そんな感覚をですね、出しながらやってみてもらうとね、まあ重心移動とか、まあ地面をね、移動、体を移動させるね、仕組みなどもね、理解することができるんじゃないかなと思います。あとはもう少しですね、クイックな動きを出していくとすると、アブダクションステップなどもいいかなと思います。足首あたりにですね、チューブ巻きつけてもらって、肩幅より少しね、開いた形でセットします。で、ステップ踏みながらですね、まあ体の中心部に足をね、寄せながらね、行っていくナトリングの方法ですね。もちろんね、姿勢をキープしているので、体幹とかね、お尻とかそのあたりも効いてくるんですけども、合わせてね、弾むような動きも取り入れているので、まあよりね、走りの動作に近い形、走りの感覚に近い形でね、チューブトレーニングができるかなと思いますので、これもやってみてください。まあその他にもね、いろんなトレーニング紹介していますので、先ほどね、動画ね、ぜひチェックしてみてください。まあ僕以外にもですね、チューブトレーニングに関しては YouTube にね、溢れていますので、ぜひね、面白いものあったらですね、共有していただけると嬉しいです。はい、最後5つ目ですけども、ジャンプのトレーニング1個入れていきますね。サイドジャンプをやってみましょう。これね、片足でですね、立ってもらったら、うまくね、バランスを取りながら、そのね、片足で立ってる方向にどんどんね、ジャンプしながら進んでいくというね、非常に地味なトレーニングの方法ですね。これただし、もちろんバランス感覚を養うというところもそうですけども、支持している方の足のお尻ですね、そこにね、ググッと効いてくるようなトレーニングの方法になっています。なのでね、サイドジャンプ、例えば最初20メーターぐらいから始めてもらってですね、まあ50メーターぐらい行ってもいいかなと思うんですけども、繰り返しね、やってみてもらうことでね、まあ筋力強化、それからバランス力の強化などね、役に立ってくるかなと思います。走るということは片足の連続ジャンプですよね。ということは、自分の体重プラスアルファの衝撃を片足で支えるような片足支持の能力が必要になってきます。過去にこちらの動画で詳しくね解説しているので紹介、これもねぜひチェックしてみてください。となった時にですね、この片足で体重を支え続けていく、こういったねサイドジャンプっていうのは、ね、地面にね効いてくるわけですよね。速く走るための地面に対してのね力の伝達効率を引き上げるために、この軸ですね、頭からかかとまで一歩の軸が作れるかどうかっていうね能力も必要になってくるわけなので、速く走るためのもう本当に基礎の姿勢のところになってくるかなと思うんですけど、それをねちょっと追い込みながら鍛えていくようなトレーニングの方法かなと思いますので、ぜひね取り入れてみてください。はい、というわけで今日は冬にやりたい地味な練習5選ということでね、紹介させていただきました。まあ極論言ってしまうとですね、冬にやる練習ってね、ほとんど地味なんですけども、まあその中でね、自分がね、実際にやってみてですね、その走りの変化などをね、実感できたものを今日は紹介させていただきました。もちろんね、もっともっといっぱいあります。で、皆さんの走りの課題ってね、個々によってね、違うかなと思いますので、その課題を解決するような地味な練習、そしてそれを地道に取り組めるかどうか、継続できるかどうかっていうところもね、選考の基準としてですね、トレーニングね、選んでみてもらうといいかなと思います。また皆さんの中でもね、非常に地味なんだけど、めちゃめちゃ効いたよってものがあればね、ぜひ教えていただきたいので、コメント欄ね、じゃんじゃん書き込んでみてください。また質問やリクエストもお待ちしています。ではまた。